200隻もの船の櫓がひたすら水面を打つ。神聖ローマ帝国のドン・ファン・デ・アウストリアとその同盟国が招集した最強の艦隊はオスマントルコとの最終決戦に向けベネツィアを出航していく。トルコ軍は祖国のアナトリアに加えてアフリカ北部やメソポタミアへ領地を拡大してきたが、ここに至りハンガリーの固い守りにあって阻止された。次にトルコ軍は地中海諸国に目をつけた。ベネツィアやスペインといったキリスト教国海軍を打ち破る。隊列を組んだガレー船230隻とガレアス船6隻が続々とコリントス湾に現れ、トルコ艦隊のガレー船270隻と対峙する。両軍は5マイルそこそこまで接近した。矢の嵐で空は暗くなり、絶え間なく聞こえていた炉の水音が大砲の轟きによってかき消される。トルコ船が何百隻もいるが、攻撃するだけの戦力はない。ガリオン船と輸送船を水際で食い止め。我がリーダーがなぜあんな海岸近くに民族の象徴を気づかせたのだろう。
Talar. Talar. トルコの輸送船だ。港に入れるな。支配されたらろくなことにはならない。金貨800枚をよこすなら味方になろうじゃないか。トルコに対抗するために力を合わせるのは当然だ。俺たちの村や島から金を掘り出せばいい。やれるものはみんなやろう。完成した。あとは守るだけだ。Thank you.
象徴が危ない。できることなら守るのだ。向こうにトルコ船が何百隻もいるが、攻撃するだけの戦力はない。ガリオン船と輸送船を水際で食い止め。
聡明な我がリーダーがなぜあんな海岸近くに民族の象徴を築かせたのだろう。
トルコの輸送船だ。港に入れるな。800枚をよこすなら味方になろうじゃないか。民族の象徴が危ない。できることなら守るのだ。民族の象徴が完成した。あとは守るだけだ。トルコに対抗するために力を合わせるのは当然だ。俺たちの村や島から金を掘り出せばいい。やれるものはみんなやろう。
servidor. Construir, construir, construir.向こうにトルコ船が何百隻もいるが、攻撃するだけの戦力はない。ガリオン船と輸送船を水際で食い止め。Thank you.
聡明な我がリーダーがなぜあんな海岸近くに民族の象徴を築かせたのだろう。Thank you.
トルコの輸送船だ。港に入れるな。地がトルコに支配されたらろくなことにはならない。金貨800枚をよこすなら味方になろうじゃないか。トルコに対抗するために力を合わせるのは当然だ。俺たちの村や島から金を掘り出せばいい。やれるものはみんなやろう。民族の象徴が完成した。あとは守るだけだ。象徴が危ない。できることなら守るのだ。
こうにトルコ船が何百隻もいるが、攻撃するだけの戦力はない。ガリオン船と輸送船を水際で食い止め、聡明な我がリーダーがなぜあんな海岸近くに民族の象徴を気づかせたんだろう。
トルコの輸送船だ。港に入れるな。民族の象徴が完成した。あとは守るだけだ。100枚をよこすなら味方になろうじゃないか。民族の象徴が危ない。できることなら守るのだ。トルコに対抗するために力を合わせるのは当然だ。俺たちの村や島から金を掘り出せばいい。やれるものはみんなやろう。戦と輸送船を水際で食い止める。
コンストリール。民族の象徴が完成した。あとは守るだけだ。ボーイ。コンストリール。トルコの輸送船だ。港に入れるな。民族の象徴が危ない。できることなら守るのだ。100枚をよこすなら味方になろうじゃないか。トルコに対抗するために力を合わせるのは当然だ。俺たちの村や島から金を掘り出せばいい。やれるものはみんなやろう。
Yeah!
ツ夜のガレアス船がトルコ軍の戦線を突破した。だがそれだけで戦いに勝つには味方のガレアス船の数が足りなかった。スペイン軍とベネツィア軍はトルコ軍の船に接舷し切り込み隊を投入しようとした。しばらくするとトルコ軍の軍艦は勢いがなくなってきた。ガレー船のほとんどは岩に衝突したり湾の底に沈んだりした。この戦いを切り抜けたトルコ軍の船は50隻に満たなかった。レパントは地中海諸国をめぐるキリスト教国とトルコの戦いにおいて一つの転機となった。トルコ軍が艦隊を元の規模まで再建するのに手間取っている間にキリスト教国は自軍の艦隊に最新の技術を着実に取り入れ外洋での戦いに備えて軍事力を築き上げていた。